はい、どうも皆さん、ティンクでございます。チャコジャイアントゴールデン2をね、また一月経ちましたんで、成長を見ていこうかなと思います。はい、別の動画で実はお話ししたんですけども、見てください。今、こんなに立派な巣を作っております。ここまで立派に作ってるやつを壊すのは実は初めてで、なんとも忍びないんですが、容赦なくいきたいなというふうに思います。なんかあんまり汚れてないから土全部変える必要あるんかなって感じですね、個人的には。はい、まあ、ただね、半分からこっちぐらいは結構頻繁に水差ししてて、今ちょっと脱皮期間やったから水差すのちょっと少量にしてたんで乾いて見えますけど、結構水差してたんで、まあ半分は多分ちょそこそこ傷んでるかなって感じはしますんで、全貝ぐらいのつもりでしていこうかなというふうに思います。はい、ちょっとじゃあ出してるとこ危ないんで、ここで一旦切らしていただいて、出したチャコジャイに会いましょう。はい、ということで、結局砂は一部捨てるにとどめました。なんていうか、もう本当にね、全然汚れてなかったこう言っちゃなんなんですけど、全然汚れてなかったんで、汚ねえなっていう、糞とかしたなっていう、そういう跡はまあ、取り除いて、あと巣穴の部分ですね、のあたりで使った土は、がっさりと捨てました。それでもね、かなり、余ってるって言ったらあれけど、残ってる感じなので、もうその状態で、こうやって水刺してあげました。両サイドにね、両サイドにこうピンポイントやってるんですけど、中見るとちょっとこう染み込んでじわーっとしてきてて、広がってくる感じですね。ジョジョサンドの動画ではちょっと言わなかったんですけど、個人的に思うのは、最近あのビバがちょっとね、古いやつ読んでたんですけども、カエルの特集してあって、その時にこう土で飼育するカエルの床材の作り方みたいなのが、結構特集されてたんですけど、水はけっていうところにね、着目して床材をこう構成されてて、それを見た時にジョジョサンド、そういうなんていうか、粒が揃ってないっていう意味では、大きい粒が入ってることによって水はけいいんじゃねえかなと思った、これ。うん、だからなんかこうやって水こうビシューってやっても、そんなになんか溜まりすぎないっていうのかな、変に、そういう良さあるんじゃないかなって思いましたね。実際とかちょっと分かんないですけども、粒がいろいろまだらであるからこその利点みたいなのがもしかしたらあるかなっていうふうにちょっと個人的に思いました。その水はけっていう観点からいくとね、実際分かんないですよ。さあ、チャコジャイ見ていきましょう。もうね、すごいわ、めっちゃ綺麗。伝わるかな、伝わります。いや、まず足のね、金色のストライプ、金って言えればちょっと濃いめのオレンジみたいな色になってきてますね。で、あとね、個人的に思ったのは、この体毛がすごくね、白じゃなくてちょっとピンクがかってんだよね。これがね、めちゃめちゃ綺麗、すごい綺麗ですね。こうおけつの方が特にこう薄いピンクになってて、その綺麗さがさらに出てると思うんですけどね。もうジュッチ縮こまっちゃって、全然お顔は見えないんですけどちょっと見せてくれないかな。ちょっと難しそうですね。はい、まあ怖がってるぐらいがちょうどいいですよね。もうなんかガンガン来られちゃうと、この状態でもびっくりしちゃいますけど、こうやっておとなしくしてくれてるとね、扱いやすいですね。この辺が多分チャコジャイが飼いやすいって言われる要因だったりするんでしょう。結構大きくなってきましたよね。まあ、オスだからそんなに長い、人生共にはできないんですけど、前回の脱皮してからのこの一月はね、本当に餌めっちゃ食べてたんですよ。ものすごい食べてて、もり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 やったんで、相当大きくなるやろうなと思ってました。なんかちゃんと大きくなったなっていう、しっかりと成長したなっていう感じに、私個人としては見て取れます。動画見てる方がちょっとどういう風に撮られるかわかんないですけどもね、すごく見て取れるかなという風に思いました。いいね。本当はこう、下に降りた時の可愛い姿を見せたかったんですけども、完全にビビっちゃってますんでしょうがないです。まあそんなもんですよね。そんな都合よく全身いつも見れるわけではございません。はい、ということでございまして、一月経ってこんな感じの大きさでしたということでございます。ジョジョサンドはちょっと動画いろいろ上げさせていただきましたが、そういったその、土の大きさがまだらだからこそある水はけみたいなのが、実はいい作用があったりするんじゃないかなと思います。ただまあこういう風に使っていくと、どうしても細かい砂っていうのは下に溜まりますからね。こうなってくると、そこまで効果期待できるかっていうのは懐疑的な部分もあるかもしれませんね。はい、まあまた、淡々とした動画でございますけど、また一月経ったぐらいにね、脱皮したぐらいでこうお見せできたらいいなと思いますので、気長にお待ちいただけたらなと思います。はい、ということでございまして、今回のタランチュラの動画でした。
まだよかったら別の動画でお会いいたしましょう。ではお疲れ様です。そうは言ったけど入れた瞬間に見れるこのレアショット、わかります？やっぱりピンクな感じ出てますよね、毛がね。めちゃめちゃ綺麗なんですよね。あのね、この目のついてるこの辺がなんていうのかな、パープルでなんかキラキラしてる感じがあるんですよね。いや、めちゃんこ綺麗だわ。正直メキシカンフレーム2の時こんなに綺麗だなって思わなかった気がする。なんか今回のチャコジャイはめっちゃ綺麗だなって思うな。なんでだろう、なんかメキシカンフレーム2の時よりもすごくなんか綺麗さを私個人としては感じます。見てる方はちょっとわからないですけども、これはちょっとオスなんでね、長く付き合えないとか本当に残念ですけれども、飼っていい種類だなっていうふうに今んとこ思いますね。はい、まあちょっとあの飼育がしやすい種類なんで、ちょっと難しい種類への足がかりにはなかなかなってないかもしれませんがいやでも魅力的なんでしょうね、すごく人気ですから。一時期あんま見なかったですけどね。はい、という形で、ちょっと綺麗な映像が撮れましたので最後ちょっと差し込ませていただきました。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様です。